もでございます。どうもどうもどうも、お久しぶりでございます。めっちゃ久しぶりですね。ちなみにこの動画、1時間10分あります、はい、長すぎやこの時点で消す人多い。いや、これ全部ついてこれる人いるかな。やばいな、耐久やでこれ。確かにもう相当なこうちょっと変わった人じゃないと全部私これめっちゃ楽しみにしてみるの。そうやな、俺らとしてはもう相当楽しみにしてる動画。この時すごい楽しかったから早く見たいなっていう感じ。そう、これは1日目、ゴールデンウィークの1日目というのか分からんけど、もともと伊豆に行く予定してたけど、そうそう、俺が怪我してもうって、うん、伊豆行く意味ないなってなって、うん、そう、行っても走られへんから、そうそう、それで和歌山急遽、あの急遽やな、よう予約できたよな。これ前日ぐらいに予約してるの。そうやな、前日やったよな。なんかうまー声入ってんな、うまーって聞こえた。トレトレ市場トレトレ市場でな、海鮮丼食べて、うん、これうまかったな。美味しかった。海苔になんか印刷してあったな。印刷というか、これ、うわ、これ美味しかったな、食べたい食べたい。こういうのって何で書いてるんやろな。なんなの、プリントやな。プリントや、食べれるなんか、うん、人体に影響のない系の、うん、そうやな。でこれはね、なんやの、ゆかいリゾートに行こっかってなって、そう、ゆかいリゾートの中から和歌山が良さそうって言って、うん、予約したとい う, そう、温泉7800円っていうそれ今やってへんのか。そう、もう7800円ではさすがになかったな。まあなかったけど、今もなんかメールくんねんけど、とあの、うん、ゆかいリゾートから、うん、セールみたいな7000。あ、そうなんや、うん、あんねんや。そう、平日とかその日にち限定であるみたい。今日日だって日本の何、うん、ホテルの料金がそ、もう世界で見ても相当安いとか言って。そうなんや、うん、着きました。パンダが置いてあるのあれやろな何やったっけ、アドベンチャーワールド。あ、そうそう、近いからね、めっちゃ。あれが近いから。でこのなんかキッズスペースがめっちゃ充実してるっていうのでここ選んだんやけど、めっちゃ喜んでたよな。そうやな、この和歌山のゆかいリゾートって、うんうん、めちゃくちゃおすすめやな。あ、部屋広い。あ、喜んでる、めっちゃ喜んでんな。よかったね。早速この日は雨やってんな。自転車積んできたけど、そうそうそう、大雨の中運転してきて、そうそう、カナがな、そう、翌日は晴れるっていうので、でもうホテルを満喫しようっていうので大満喫やったな。めちゃくちゃ満喫した。この遊ぶ場所とか普通に行ったら、うん、入場料だけでな、1時間いくらとか。あ、そうそう、結構なこういう場所とか遊びに行くけど、1500円ぐらい1日したりするから。そうやな、うん、それがタダで、タダでこのなクオリティすごい。しかも空いてるから。あ、そうそうそう、もう自由に遊んで、いろんなことな、遊ばしてもらって、うん、なあ、なんか結構さ、ちっちゃい子、このちゃんこよりちょっと大きい子って、うん、アバちゃん好きやったりして、うん、あ、そうやな、めっちゃ遊んでくれるよな、うん、そうそうそう、ちゃんこも好きやもんな、あの、そうそうそう、何だっけ、芽生えの、あ、芽生えな、関西の人しか分からん、そうそう、芽生え。あ、で漫画スペースもめっちゃ充実してたな。そうやな、たくさんあって、うん、これ1階にもあれがあるし、2階の風呂のとこにもあって、風呂のとこにもあって、ゆかいリゾートめっちゃええよなこれ。で絶妙な漫画のチョイスで、ちょっと読みたいやつはなかった。あ、そうなんや。あ、そうなんや、俺イニシャル D やったから。あ、イニシャル D やったんか。読んでみたけど、 あ、でこれもバイキングやばかったな、このバイキング。もうな、バイキングあんのは素晴らしすぎる。いや、これしかもこのバイキングめちゃくちゃ豪華で、まあこういうせいろ蒸しもあったし、そうそうそう、刺身取り放題で寿司もあって、うん、あと何やったっけ、ローストビーフとかもあったよね。そう、ローストビーフもあったし、うわー、これ行きたい、また行きたい、これ行きたいな、もう一回これ、うん、あ、ねさ、ほら海鮮とかもさ、大学食べられへんけど、この前大谷たちに会った時にここ行こうっていう話したもんな、うん、あ、したな。え、だってこれでサザエ、そう、サザエも食べ放題、食べ放題、なんぼっていうと12,000円とか、12,000円か、1人、うん、安いよな、朝湯ついてやんな、めちゃくちゃ安くない、和歌山やから安いんか、
なんかその辺も魚介リゾートやから、うん、そんな感じやったけどな。ちゃんこと風呂も入れるしな。あ、そう、大浴場も。あ、ほんまイニシャル D やん。そうそうそう、あ、これや、風呂入って、あ、めっちゃ喜んでる。ツヤツヤちゃんこ、これがすごいよな、その、うん、赤ちゃんと風呂入れるっていう。そう、あんまりな、なんか次は俺一緒に入ってみたいやなと。あ、ほんまやな、うん、結構な、よかったよ。ちゃんと赤ちゃんと入る設備整ってて。そうそう、あ、ほんでジャンカラ、そう、ジャンカラもある。ジャンカラが運営してるんかな、これって。どうなんやろな。なんかさ、昔からジャンカラでさ、カラオケしてると CM 絶対これ流れてたよな。あ、確かに確かに。カラオケの途中に入る CM で。ほんまやな、なんかそういう、その関係なんかもしれんな。ただでカラオケできるっていう。そうそうそう、普通のカラオケルームなあ。ちゃんこ初カラオケ。初カラオケやな。ダンスしたり好きやから、うん、結構ハマるかなと思ったけど。ちょっとな、まあ、まあまあ、嬉しそうやったけど。そうそうそう、ただなんかこう飛び跳ねるほどではなかった、うん、めちゃくちゃ嬉しいって感じではなかったよな。でもこれ1時間ただで、そうそうそう、なんか会員登録がなんかしたら、ただやったな、ただやったな。なんかただの時間帯と有料の時間帯みたいなのがあって、あ、そうやそうや、ただの時間帯はちょっといい時間がなくて、そうやそうや、有料の時間帯やったけどただで結局行けたってい う, うん、いやー、愉快リゾートしか勝たんぐらいの感じやな。いや、ほんまに子連れはもう愉快リゾートやな。あれ翌日晴れまして、これなんかカニとかの海鮮丼、あ、そうそう、朝のバイキングでこんな干物、あ、焼いたりな、焼いたり、そう、干物も美味しかったな。これこの赤魚の干物がめっちゃうまかった。あ、美味しかったよな、これ。そう、これまた食べたいなと。パンもいっぱいあって、パンもいっぱいあってちゃんこめっちゃ食べてました。この椅子もな、子供用のやつ。そうそう、でちゃんとなんか赤ちゃんの離乳食とかもバイキングで置いてあって、うんうん、もうちょっとちっちゃい子でも、あ、これあれや、 GoPro がちゃんこに捨てられてた。ゴミ箱に捨てられてて、なんとか GoPro なくなったなって言って、いや、ほんまにどっか行ってなくしたと思って言ってたら、かな、うん、ゴミ箱ちゃう、ゴミ箱と思ったけど、ほんまにゴミ箱なかったな、うん、あった、ちゃんこ、ちゃんこ捨ててた、捨ててました。いつもの傾向から。そうそう、そうなんやな。で、また今日もここでチェックアウト結構遅くまで行ける、12時までとかあったの、チェックアウト。そうやな、すごいな、それもすごいよね。あ、ちゃんこ滑り台もできるように、あ、で、ちゃんこはこのボールプールの中から100円を見つけて渡してきた。100円見つけてきたな、それは。ここ掘れワンワン、こんなとこから見つけるってすごすぎやろ。すごいよな、あのボールプールの中から100円とか、いや、ほんま、そんな見つけれる。いや、ほんまに大人でも無理やで。嗅覚、私一回ボールプールで消えた落としたことあって、その時見つけるのめっちゃ大変や。いや、そうやな、あんなでかいもんでも大変やのに。そう、なんで100円拾って、ちゃんこは100円を見つけました。謎すぎる。あ、ジャージに着替えました。あ、で、あの、ゆっくりしてるけど走ろうかって。そうそう、和歌山をバーレーで走るというのが今回の2日目は2日目のテーマです。あ、自動ロボット、掃除はあいつがやってます。いい天気だったな、2日目は、うん、めっちゃ晴れてた。そう、2日目はちゃんと晴れる予報やったから、雨の中チャリ積んできて、そうそうそう、夜チャリ拭きに行ったもんな。そう、錆びひんようにな。そうさ、雨に打たれまくったから、うん、これ白浜やから、まあちょっと白浜のあたりをうろうろ走ろうかって言って、あの駐車場でなんかおじいちゃんとおばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃんかな、うん、おっちゃんとおばあちゃんに声かけられたら、そうやな、すごい、これで走るのって、うん、確かにこれはびっくりよな。で、結構これ坂走ったんやな。やすごいよな、これまあまあの激坂、うん、まあまあの激坂やったよな。空港に登っていく坂で、うんうん、空港って山の上にあるから、あ、そうそうそう、そう、ダンシングで結構激坂やな、だいぶ登ってんな、うん、ちゃんこ、あ、寝てる。寝ております。大体寝るんよな。そうやな、気持ちいいんやろな。あ、でもこの道私結構良かったな。車は全く来へんし、うん、走りやすかったよな。人も車もいなくて、うんうんうん、で、海もちょっと見えて綺麗やった。そうやな、うん、道が綺麗やったし、うん、
確かに確かに、和歌山は道綺麗やな、うん、政治家がいたりするかね、走りやすい、綺麗に整備されてたね、うん、なんかトライアスロンあるって書いてなかった、書いてた書いてた、白浜、そうそうそう、トライアスロンかな、この次の週かぐらいの感じやったな、うんね、なんでこれ空港が見えるみたいな公園の一応目的地、地図上でここを目的地にしようって言ってたんやけど、意外と近くてすぐ着いてしまったっていう、そうそうそう、なんかでここで地図結構調べたけど、うん、意外と走りやすそうなとこは少ないというか、そうやね、なんかやっぱここの山登る方は全然人なかったんやけど、下道はまあ観光地やから、そうやね、ちょっと車が通ってて、ゴールデンウィークやしな、うん、あーそうそう、ゴールデンウィークやったから、だからどうしようってなって、結局この辺うろうろすることになってるな、ホテル出発じゃなくてなんか熊野古道とかあっちの方まで車でそのまま運んで、うん、そっから走り出すのがいいかもしれない、そうかもしれない、泊まるのはあの愉快リゾートしかないけど、ね、しかないそうし、あこの旗が確かトライアスロンの 旗、うん、だから今度はその熊野古道とか走りやすいちょっと山道、田舎道みたいなとこ行きたいよね、うん、そうやな、とりあえず俺が引けば、うん、大体のところは行けるはず、どこでもまあ行けるよね、カナのでも激坂行けるからな、うん、こんな弱った私でも行けるレベルか、確かにそうやな、ブロンズのレベルやったらもう全然普通に、うん、私今の記録富士ヒル2時間やから、そうやな、2時間レベルの人でも引けるという、激坂登れる、そうやな、だからあんまり重量というか、うん、なんやろな、タイヤさえついてたら重量あんまり増えたことにならへんねんな、重たいっての感じへんよな、まあちょっと引っ張られてるってのあるけど、その重さの違いみたいなのはあんまり感じない、そうやな、この後ろの重量物が10キロであろうが20キロであろうが、うん、若干こうなんかなんていうんやろ、引っ張られる感じというかリズムが違う感じがする、あそうやな、ちょっと遅れてなんか来る感じがあるから、そうそう、ただそれも慣れたら違和感ない、うん、なんかフォーム綺麗になる気がする、あ、わかる、それはわかる、なんかフォーム意識しないとマジで足とかなんかやられるからかな、そう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 、フォーム綺麗にしたらなんかこう、うん、その引っ張られる感じがなくなるんやな、あそう、自然とだから楽なフォームというか、わかるわかる、正しいフォームで弾ける気がする、上げ下げのない、うん、フォームになるんだ、うん、それはなんかわかるわ、ちゃんと降りました、あでここなんかホテルの中にあるパン屋さんが良さそうって言って、うんうん、ここでパン買ってピクニックしようっていう、そうやな、うん、なんかリブジャイアントの店、あそうやな、ジャイアントの店だったな、このホテルについとったよな、このホテルなんだろうな、なんかすごい綺麗なホテルやったよな、うん、多分チャリウェルカム系のとこやな、さすがにあのチャリの、うん、ジャイアントがついてるぐらいやから、うんうん、パン食べれます山登ってからまた、そうこのなんか海中水族館みたいになったな、あーあったあった、曇りの日は安いみたいな、安いなんか謎の行く意味あんのかみたいなそもそも曇りの日行くやつおるんかみたいな、安くてもいかん、そうなパン、ここのパン屋も美味しかったよな、美味しかった、うんうん、出てきました、和歌山、まあ、まあそうやな、今回チャリやったけどアドベンチャーワールドとか、うんうんうん、なんかクジラの博物館とかまた行きたいな、うん、そうやな、うん、和歌山結構温暖でいいよな、なんか食べ物もうまいし、うん、トレトレ市場が結構、トレトレ市場楽しいよな、うん、あれいいな、お土産も2日間行ったもんな、この後また出てくるけど、あそこで買ったなんやあのホッケか、あなんかあの魚美味しかったよな、あれうまかった、昨日食べたけど、うん、やっぱ干物やったうまいよな、干物な美味しいよな、干物にハマる、うん、脂質も少なくて、うん、健康的な、富士ヒル終わっても干物食べ続けたいね、うん、なんかできるだけ健康な食事は続けたいなと思うけど、うん、まあコストコは行くけどコストコで干物買えばいい、まあ、そうやな、コストコで干物、コストコの干物が結局一番おいしいから、そうやな、いや間違いない
とこやっぱ、うん、質いいよな。今のところ氷の界の1位コストコのサバのみりん干し、みりん干しやな。でソフトクリーム界の1位もコストコです。確かにな、やっぱちょっと外来種に負けてしまってるね。脅かされてるね。脅かされてる。やっぱ日本でもこうコストコ超えたっていうところを見つけたいな。うん、で今のとこないよ。ソフトクリームでも、干物でも。コストコ超えるソフトクリームないよ。だってあれでかさと値段、そうなんだ、値段に入れてまうとな。そう、コストコになかなか勝たれ、高いの出してうまいやつってのあると思うけど。うん、確かに。まあそれでもいいわ、もうコストコ超えるとこ見つけたい。あ、なんか白浜トライアスロン。何や、なんか謎の蛇みたいな。あのモニュメントなん、ここなんか謎の、そう、入館無料って書いてあんねんけど、もうやってなかったな。うん、この公園自体がこの公園何やったんやろな、うん、誰もいなかったやな、ほんまに。草刈りはしてたけど、草刈りしてる。で芝生の質めちゃくちゃ良かった。そう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 、皇居の芝生ぐらい良かったし、貸し切りやったしな。うん、あ、このパン美味しかったな。おにぎり買ったな、そういえば。買った。あのなんかコンビニ寄って。あ、そう、変なコンビニな。コンビニなんか、お土産屋さんみたいなところで。そうそうそう。さっき映ってたよな。映ってた。スルーしてしまった。スルーしてたけど。あれ、この時まだちゃんこ歩かね。そうやな。もう今はあんなスタスタ歩くの。そうそう、スタスタ歩いてます今。すごい。子供ってほんまあっという間に成長するよ。早いよな。今日児童館行ってもあれやろ、歩いてるってなったんやろ。あ、そう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 、2週間ぶりぐらいに行ったんかな。うん、それで、すごい歩けてるみたいな感じで。あ、だからこの頃まだ伝え歩き、ま、そうな、伝え歩きとか、お尻引きずり歩きみたいなやつで、うん、今ならこれ絶対絶対立ってるよな、立ってくるよな、シチュエーション。下手したらブランコ掴んで乗れんじゃん。乗りそう。謎の映像ブランコをお送りしております。もう16分50秒とか やけど、ここまでついてきてる人いるんかな。あ、ちょっとヘルメットが大きいんやな。そうそう、だからちょっとかませてんな、うん、あの、でもなんかいいのがなくてな、かませるのも。あ、だからこの前買ったやつも届いたで、うん、あれするか、なんかそう、あのクッションなって思ったけど、あ、それやってみよう。そうそう、あれをヘルメットの中に貼れば、うん、ちゃんこ頭ちっちゃい方やから。ちゃんこ頭ほんまちっちゃいよな。うん、普通に10ヶ月とかの子よりちっちゃかったりする、うん、びっくりちゃんこ。小顔、小顔ちゃん。小顔やけど、なんか別にこの時期小顔とか言っても全然なんかスタイルいいとかにはならんやな。まあな。赤ちゃんっぽくない。うん、そうやな。赤ちゃんなんか頭でっかいイメージ。そうそう、頭が大きくてゴンってさ、重心がこう頭にいってこけるみたいなイメージだけど、うん、ちゃんこは足が太。お。あ、歩いたけど。ちょっとだけ。ちょっとこんな感じか。あ、なるほどね。うわ、今と全然ちゃうの歩き方。今はもうだいぶ安定してるもんな。安定感あるよね。うん。すごい貴重映像や。確かにな。いや、だから1ヶ月分。貯めると、あ、1ヶ月は貯まってないんか。20日。そうやな、そうやな、5月の初めやから。そう、これ5月2日、そんな感じやったな、うん、やったな、確か、うん、これ2日やな、5月2日や、うん、さっきのが1日。あ、そっかそっか。で、20日動画貯めるとだいぶ変わるんやな、これぐらい変わるん。まあやっぱ俺らの見返して面白い、うん、そうやな。もうあのお尻歩きとかすごい懐かしいもんね、涙出そうになる。そうやな、あの歩きもうできひんもんな。お尻歩きもしてくれへんのやって。もうこれから先の人生ずっと歩くから。そうやな、歩いてるちゃんこは見続けられるけど、お尻歩きはもう見れない。そうなんですよね。あ、トレトレ市場2回目。2回目どんだけくんねん。あ、しかもこれ何やってるやん。なんで、え、これあれやん。例のか。そう、例のやつで。あ、なるほど。そうそうそう、ちょっとやってみたけど、やってみましたが、全然なんかこれ取れるんか、今見返しても取れる人いんのか。だいたい取れへんよな、うん、あ、なんか干物屋が、うん、干物買ったらなんか大きい箱に入れてくれたよな、お土産の。これからも
他の店でも買ったらこれ入れてもらいみたいな感じ。そうそう、それで入れてもらった、うん、あの時鮭買ったよな。あんで鮭、あ鮭まだあるんか。今解凍してる。うん、鮭もなんか良さそうだったよな。なあ、うん、あ、帰ってきて早速食べてるわ。そうやな、これうまかったな、うん、でやっぱ美味しかったけど、あれ3倍やけど、それコストコやったな。あ、これは日にち変わって、日にち変わりまして、え、これ次の日かな。いや違う、あ、1日明けたんか、2日ぐらい明けたんか、2日明けかな。そっかそっか、そうや、4日とかか、3日とか4日とか、その辺か、5日かな、子供の日。いや、ちゃうな、これ4日かな、4日や、うん、先生、あ、ちゃんこ電車大好きです今日はあのブーたちが帰ってきてたから、そう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 、4人で走る、うん、5人やな、ちゃんこも入れて5人で走りに行きました、うん、家族だけの来店、これはまあちょっとあのほんま家族だけただのほんまに家族しか出てこん、ほんま前走ったコースを行こうかって言って、うんうん、芦屋の芦屋浜、そうそう、ここ走りやすいよな、路肩がめっちゃ広くない、めっちゃ広い、そうそう、いいんよな、うん、なんか関西走りやすいなとか言っとったよな、うん、あ、そうな、ブーたちも言ってたね、この動画ブーたちの方でも、あー上がってたな、そういえば出てるのでそっち先に 見てる人が、そうやな、多いかも、確かに確かになんか関西に移住しようかなみたいな、あ言ってたの、転職したらみたいな、なんか言っとったよな、お待ちしてますいつでもお待ちしております。確かに関西は走りやすい、うん、走る場所いっぱいあるしな、そうやな、でそんなに人、車も人も、うん、東京とかほど多くないから、うん、ちょうどいいよな、うん、なんかそんなにこう何もないわけでもないし、うんうん、都会は都会やけど都会すぎないっていう、うん、まあちょうどいいね、うん、なんかでもこの前梅田に行ったらさ、もう人多すぎてびっくりしたんやけど、いやもう梅田はそういう街になりつつある、渋谷かっていうぐらいなんか外国人とか、外国人がとにかく多いな、買い物の人多すぎてちょっとびっくりした、すれ違う5人に1人ぐらい外国人ちゃうかっていう、うん、もうちょっと梅田は無理や、行かれへん小詰ではそうやな、うん、お店も結構洗練されたお店が増えてて、うん、ほぼ東京やな、まあホテルの値段とかもなだいぶ上がってきて、うん、そう、もう私はもうガーデンズでガーデンズまでガーデンズが一番いい、その先に行かない、うん、肥後橋のなんやアパホテル、あなんかヨピが、あーこの間来たもんね、そうそう、おととい、うん、3日前、4日前ぐらいか泊まった、うんうん、言うとったよな、うん、あーそうそうそう、あそこはまだ、うん、8000ぐらいで泊まれるやつだっけ、そうやな、ただその近くの何どこのアパホテル、本町、あ本町かはめっちゃ高い、12,000〜23,000円高いな、私たち上野のアパホテル2500円ぐらい泊まったよね、あのコロナの時やろ、そう、あの家の電気使うんだって、なんか電気止められたあったな、なぜか電気止められたってちゃんと支払ってたのに、そうそう、なぜか俺ら隣の人の電気代払ってたっていう、そうそう、なんかようわからなかったよなあれトラブルがあって、うん、ようわからなかったなあれな、まあ、ほんまに謎、あの家も謎やったな、うん、私たちの部屋だけ Wi-Fi つながらなかったりしたもんね、そうそうそう、 Wi-Fi はないです工事もできませんみたいな、しかも新しい家やったのにな、そうやな、いろいろあったな、築2年とかやったのに、ローラーできへんやんみたいな、築2年とかやったのにもう2人ぐらい前の、そうそう、引っ越してたよな、引っ越してて、なんかここ呪われてんじゃん、確かに Wi-Fi ないからちょ俺ら無理やり工事して Wi-Fi つけたから、うん、そうそう、お金欲しいぐらいな、ほんまやな今となってはでも大家さんたちいい人やったから、そうそうそう、むしろお役に立ててよかったな、うんうん、あの後ろのなんかビル群、うん、やっぱりブーたちもなんかあれなんやろって気になっとったよな、でこれな確か市営住宅とかって感じで、だからそんなにこう高級マンションとかじゃないって、見た目はななんかすごい近未来的な、だいぶ築年数も経ってたはず、うん、まあ、ありっちゃあ昔あそこのマンションからなんか猫が飛び出してみたいな、ええー、
話。そんな悲しいあれがあったんや。そのイメージ。ああなるほど。なんかあくびしてたんだ今。私？うん。眠かったやな。ポカポカ陽気やもんな。この日暑かったな。でもちゃんこは気持ちよさそうやったな。うん。涼しいよねこれ。だって風を浴びてさ、そうそう、ずっと風浴びてるからな、うん、バイクの後ろに乗ってるみたいなイメージかな。うん、そうやな、バイクの後ろでハンモックに乗ってるみたいな。めっちゃ楽やん。ただ涼しいっていう、うん、でも地面に近いからね。そうやな、その熱が伝わりやすいから。うん、夏はやっぱ無理かな。そうやな、夏70度とかになるもんな、床暑すぎやろ。だからベビーカーとかもさ、やっぱ暑くなるから、うん、なんかシートみたいな、冷却シート。あー、そうやな、うん、去年もしてたもんな、うん、あれをそのまま使ったらいいんじゃない。あれ使えると思う。確かに確かに。あとはもう水鉄砲みたいなの買っといてかけるかやな。前から。なんかさ、この日さ、うん、あの自転車イベントみたいなやつ出たいなって、うんうん、ツールド福井申し込んだやんか、うんうん、でバーレー引いて走る、うん、ああそうね、申し込んだやんけどバーレーあかんかったっていうので、そうそう、トレーラーでちょっと悲しい。参加したらあかんということで。なんかトレーラーで参加できるそういうライドイベントないんかな。いやー多分ないやろな、危ないからな。聞いたんやけどな、そのトレーラー持ってる人が、あ、ほんま、そのサイクルイベントとか子供連れて走りましたみたいな写真送ってくれて。あ、そうなんや、うん、まあちょっとツールド福井に問い合わせで見てもいいけどな。でツールド福井って今年からみたいよね。あー、なるほどね、うん、第1回みたいな。なんかそのトレーラーは禁止って書いてあったな。でもトレーラーやな。そうやな、完全にトレーラー。トレーラーでしかない。しかもちゃんとそれを書いてるってことは無理やろな。絶対あかんな。ちょっと人乗せてるんですけど、うん、みたいな。なんかそういうこれでも参加できるイベントご存知の方いらっしゃれば、うん、その人に聞いてみたりね。うん、その人に聞いてみたりじゃん。でももうだいぶ前なのよ、そのメッセージもらったのが、うん、もう誰かわからない。あ、誰かわからんのか、うん、あ、じゃあちょっとその方でももし見てくださってたら教えてください。連絡くださいませ、はい。もう27分も経ってるから、ここまで見てる人がそもそも存在するのかという都市伝説。芦屋浜に着きました。着いた着いた着いたな。なんかこのカメラの、あ、そうそう、これいいなって言って、カメラが結構あの肩にかけてったら前側にくるって来ちゃって邪魔やっていう話で、エリちゃんがなんかあのストラップの、うん、これ作るかって言ってたもんな、次は。商品で。なんか作りたいやつ。クリエイターやからな。ミッシングリンクボーのミニバージョン作って。あ、そうそう、あれも。あげてたよな。そう、作ったけど、販売するかどうか迷い中。それをなんか言っていいんかみたいな。あ、なんか迷ってたよ、全然ブーたちが。企業秘密とかじゃないから、うん、そうそうそう、全然 OK。 やたらだべっとんな。いや、ここで2時間ぐらいおったからな。そうそう、2時間おった、うん、あっという間やったな。でもね、2時間。せやな。てかそういう意味では涼しかったっちゃ涼しかった。ここは、うん、なんか灼熱ではなくて、ただ遮るもんがなかったから日差しがちょっと暑かったって。夏は無理やな。あ、笑ってる。嬉しそう。やっぱ一緒に走れるの楽しいよな。うん、そうやな、預けていくっていうのもあれやけど、うん、ライドを楽しめたらな、預けた方が楽しめるけど、うん、なんか一緒に出かけると別の楽しさがある、うん、結構バーレー引くの楽しいから。あ、なんか普通のライド、うん、より刺激はある気がする。まあそうやな、うん、なんか私は気にすることが結構多くなるからさ、休憩大丈夫かなとか、まあ、今どうしてるやろとか常に気にしながらやから。まあ確かにそれはあるな。んかそう、気持ちが結構、なるほどね、うん、消耗する。ああそうかそうか、うん、それはあるな。ただ楽しいのは楽しい、うん、大変やけど楽しい。だからライドを純粋に楽しむ
方が気持ちはライドだけに集中できるから、ね、また別の楽しさって感じ。かわいい。この店ゴールデンウィークでもまあまあ割とスッと入れて、うん、そうやな、よかったよな。人はまあ前より多かったけど、うん、ちょっと多めやったな。そんなにこうめっちゃ並ぶとかじゃなかったから、うん、場所がな結構偏僻な場所やから、そうそう、ここは割と常用できるかもしれない。ここめっちゃいいよな。ちょっと値段はうん張るけど、うん、まあでも最近そうなんか1500円とかするからな。普通にするから、そう考えるとボリュームもいいし、そうそう、パニーニとピザで3000円、うん、やから2人で分けて1500円1人で結構お腹いっぱいになって、うん、ロケーションも良くて、そう割とお腹いっぱいになるよな、うん、これここ結構匠とか好きそう、うん、確かに確かに。だから匠たち今度な関西来たらな遊びに来るって言ってたから、うん、その時にここに行って、うんうん、お子さん知って、そうやな、ここまで下ってくるっていう、そうやな、うん、それがいいな、うん、それか上で食べてもいいけど、あそこな、うん、でもあそこちょっと食事はあれやったよな、ちょっとあれか、ボリュームがそんなになかった、確かに確かに、六甲山カフェはあれや、うん、ロケーションはめちゃくちゃいいけど、コーヒー飲んだりとか、うん、がいいかもしれない、お腹いっぱいにする店って感じではないな、おしゃれなカレーって感じやった、うん。まあ女子には全然いいサイズ、確かにちょっと俺らみたいなやつは微妙、うん、食べ過ぎやね普段普通はいいけど、ほんま食べ過ぎなんやろな。この時なんか怪我して、うん、でむくんでなんか一回69キロまで行ったもん、うん、なんかすごい足なったよな、うん、パンパンで、びっくりしたわ。過去最高体重は間違いなく、うん、あの日写真撮ったもんな、うん、足のだるんだるんやった、うん、なんかおかしかったよねあれ、うん、怪我して足めっちゃ、やっぱむくむんやろな、体の中が壊れてた、うん、いやほんまなんかずっと炎症してるからか、うん、全く太らず体脂肪も増えんかった。そうやな、ちゃんこ食べれるんやな。これはなんか持ってきた多分おやきじゃないかな。あーそうかそうか、うん、ピザはさすがに食べてないか。あピザ食べてない。さっきのちゃんこ用に作った、ね、あみんなで、うん、一緒に食べてるっていう、パスタおやきみたいなやつ揚げてた。お弁当持ってきて、でピザの外側の皮の部分は食べたけどな。うんそうやな。あんな硬いのによう食べれるよな。な奥歯生えてないのに。あこれ美味しかったね。この肉のやつ美味しかった な。そうそう、バーベキューの、うん、食べたい、バーベキュー味ね。パニーニ、そうイタリアのサンドイッチ、パニーニ、パニーニ。ちゃんこ、あキラ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 、手遊びできるようになってきたな最近。大人の真似できるよ。そうやな、真似するのが面白いな。急にできるようになった。最近意思疎通が結構できるよな。そうやな、だから人間というか大人に近づいていってる感じするよな、うん、ただその代わり自己主張めっちゃ激しない。まあなんかあるともうすぐあーあーあーってこうやってさ、そうやな、なんかしてほしいっていうのが分かりやすくなった、うん、そう、前まではなんかただ転がってるだけ。大学的にはいいやね。いやそうそう、俺としてはもうなんかめっちゃ嬉しい、うん、なんかやっとこういろんな会話とか、なんかやってほしいこととかが分かって、なんか男の人ってそうっていうな、そのほんまにちっちゃい0歳とかの時より2歳3歳になった方がこう可愛い、可愛いみたいな。今もめっちゃ可愛い。あ、これがしてほしいんかっていう。やってほしいことしたら喜んで。そうそう、なんか分かりやすくていい、うん、確かにね。おもちゃとかこれ取って、うん、あれ食べさせて、指さしてな。そうそうそう。ミニリンクボー、めっちゃ喜んでくれて嬉しかった。な思いのほかめっちゃ喜んでくれた。そうやな、すぐつけてたもんな。うん、あちゃんこ。ちゃんこ焼けた。ちゃんこめっちゃ焼けた。真っ黒ちゃんこ。もともとめっちゃ白かったのに、最近はなんか黒いねってめっちゃ言われるようになって、やば、私の遺伝子が現れ始めたぞ。でもまあそれだけ外でちゃんと遊んでるっていう。まあね、めっちゃ外おるからな。うん、日焼け止めちゃんと塗ってんねんけどな。大丈夫、外で遊んで。体力をつけない。うん、もう
体力さえあれば何でもできるから。いや体力すごいよ。もう最近私の方が公園でバテてるもん。大丈夫、ちゃんこ帰ろうよでもなんかあーとか言ってまだ遊んでるから、あーバテてきた。頭良くなくてもいいから体力な、そう、体力さえあれば何でもできる。そこはもう結構この世のいい感じな気がするよ、ちゃんこ、うん、風邪もひかへんしな。そうそう、だからもう遊びまくるっていうのが仕事やな、うんうん。でもこれ私みたいにさ、体はまあ、うん、ある程度鍛えてる人でこんだけしんどいってさ、うん、もう普通に何もしてない女の人とかあったらもう子供とはほんまに大変やろなと思って。いやー、特にちゃんこは大変やと思う。あ、まあ、ちゃんこみたいな子やったらな、ちゃんこ動きまくるからな、ほんまにすごいよもうなんかずっと動いてるもんな。もうじっとしてる時ない。夜中に動いてる時もあるしな。夜中はもうずっと動いてる布団の上でかと思ったら早朝も動いてたりするし。動いてる。なんか赤ちゃんの動きしてたよな。なんで今クリート外れたの私なんでやろ謎のちゃんとついてなかったんかな。あ、まあ信号スタートの後やったんや、うん、これさもう帰ってきてない。いや、あれやで、この後ほらキッズダム行く。あー、そうやそうやそうや、そう、西宮。もう行った、西宮。いや、まだまだ西宮浜キッズダムは、こっから移動してちゃんこが遊べる場所行こうっていうので、そうそうそう、キッズダムに行ってるけど、暑かったな、めちゃくちゃ。キッズダムの暑さやばかった。いや、キッズダムな、ほんまに場所がさ、なんなんやろな、あれ。何の何木陰とか一切ない、日向でしかないからさ、みんなテント持ってきてるよな、そうやな、そこに。確かに一番暑い時間やったらこれ2時ぐらいやったら、うん、キッズダム行くときは絶対テントいるっていう。そうやな、必須。うん、ここ登ってんな、これあれか、意外と登り出してんのか、うん、ホーム綺麗やな。うん、だからダンシングしても後ろのバーレーは揺れへんっていう、うん。このさ、アススの上あるやん、うん、下着てるやつ、はいはい、これ履くと足細くなるね。あ、そうなんや、なんでなん。多分締め付け。あー、なるほどね。かな。でも締め付け感ないんやろ。あ、ギューってされてる感じはないけど、なんていうの、着圧ソックスみたいな感じ。着圧ソックス俺履いたことないからな。あ、そっかそっか、履いてた変態やもんな。いや、まあな着圧っぽいかな。なんか太ももの隙間が広くなる、これ履いて。へー、そうなんや。そう、だからスタイルよく見える。なるほどね。いや、アソス高いから。いや、でもほんまにいいよ。しかもこれ締め付けてんのに全然全くしんどくなくて、うんうん、で、肩紐がないからそれいいな。トイレも行きやすいし。確かに、それ最高やな。で、肩紐ない代わりにちょっと腰回りのデザインが変わってて、確かに確かに、二重みたいな感じになってるんやけど、おかげでお腹の肉をしまい込んで、なるほどね。そう、さらにスタイルアップを図れるという。アソス1枚だけ買ってもいいけどな。まあなんか他の安いやつを何枚か買うとかより、アソス1枚買うとかでもいいかもしれない。アンバサダー割りない。え、そんなこと聞かれてもわからんよなこの場でいや、まあでも定価で買うわ。食ってかいとか、なんかそういうとこはちょっとケチがにじみ出てるようなえ、これって どういうとこで売ってるんやったっけ。公式のなんかみたいなやつか、まあね、うん、普通にアマゾンとかで売ってるんやったっけ。アマゾンは ないんじゃない、わかんないけど。いや、ウェアアマゾンでちょっと買ったことないけど、普通にサイトで買えるし、店舗もあるから。富士ヒルまでに買うかって言ってたけど、あー、富士ヒルまでに、ま、間に合うんじゃない、オンラインで買えば。あ、まあ確かにな。大学ってあんまジャージ買ったことない。そう、俺買ったことないから。だからそんな初歩的なこと聞いてくるんか。そう、だからアマゾン俺だって何やったっけ、うん、大阪の何やったっけ、あそこ忘れた。東京ウィールズじゃない、あー、あっちの方か。そう、あっちの方です、はい、いつも買ってるから。あー、そかそか、パール泉。あ、東京ウィールズで売ってるかもね。なるほどね、うん、本町で一回試着してみたら。確かにな、うん、会社使い。そうやな、一回履いてみだな。うん、扱ってるはず。結構高い買い物やからな、うん、サイズもちょっと分からへんし、うん、
リブってまあまあ長持ちするし、うん、ええの買ってもええんかもしれんな、うん、特にヘビーユーザーからな。そうやね。しかも大学意外と繊細やからビブに対して、うん、肩ひも結構、ああそうそう、なんか太った時と痩せてる時で、うん、締め付けが全然ちゃうんやな。そのさ、太った時と痩せてる時での体変化の幅が大きすぎるんや1日で3キロぐらい変わるからな、おかしいから。あ、キッズダム早々に諦めて帰ってきてるわ。キッズダム暑すぎて一瞬で帰ってやったスタバ行こうって言われて、ほんまに5分ぐらいで帰ってきた。おむつだけ替えて。そうやな、おむつ替え場になってたもんなでスタバに向かってる。そうそう、結構楽しかったなこのライド。そうやな、エリちゃんの初俺らとのライドが、あそうそう、まさにこのコース、うん、2年前やな、2年半前とかかな、2年半前やな、うん、あっという間にエリちゃんもなんかロードバイク女子になって、うん、なあ、このイケイケの前の日はなんかモリシーと、あーそうそうそう、後輩のこと、そうそう後輩のこと、今ロードバイク、うん、女子としては、うん、先輩になって、確かに。あーでこの新しくできたスタバの方行ってみたけど、ネッツのな、トヨタの、うん、いやちゃう、ネッツちゃうよこれ、何やったっけ、なんか高級車の、あーそれ GR や、あーそう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 、 GR のとこは混んでたから、うん、こっち側すぐ近くの西宮のスタバ、ここも前来たよな、そうやな、そうそう2年半前に、うん、でもなんか久しぶりな感じせえへんかった、なんか、うん、なんかこの前来たぶりやなぐらいの感じだったよ、また来たみたいな、 やっぱ時が、あでさこれはちょっとすごかったよね、そうやな、200円スタバのミルク200円です、子供ミルク、そうキッズミルク、キッズミルクっていう200円っていうのがあって、ちゃんこがスタバデビューしてもうすごい紙ストロー噛みまくなんかめっちゃ黒ないこのちゃんこ今ここまで黒くない気がする、すぐ白く戻ったな、うん、そういう意味ではターンオーバーがいいんやな、うん、そうやな、すぐ戻る、うん、あ、くるくるでスタバ紙のストローやからさ、これなんかもらいに行ったよな、あそっか、もらえばあるんや、普通のビニールのやつ、普通のやつも、うん、もらって、あ、ほら、あ、ほんまや、紙ストローやとほんまに溶けてぐちゃぐちゃになって紙食べてしまうから、あー喜んでる自分で撮影してます悶絶しています、毎日嫌というほど見てんのになこんな可愛いと思うよ、今寝てるからな、そうやな、当たった、あ、このサングラスな、あこれブーのやつな、そうそう、あのなんか鼻のやつ、そう、こめかみで支えるやつ、いやこれ結構なんかかけ心地が良くて、そうめっちゃかけ心地良かった、でなんか人その人の顔の幅に合わせて調整もできるみたいな、ね、いやあでツールド福井にエントリーしました言うてるな、まあちゃんこと走れ方としても出るは出るで、そうやな、160キロやから、そうそう、ライドイベント結構頑張る、私100キロ以上妊娠してから100キロ超えて走ったことないから、そうやな、しかも割とアップダウンあった気がする、うん、上りも、だからまあ逆にバーレーなしでよかったかもしれん、うん、で急遽な、うん、この次の日も走ることになって、あそう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 、ブーとエリちゃんと、そう、なんでかな、なんか明日もいるんやったら走るかみたいな、そうそう、お互いまあ予定特になかったしっていうので、そう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 、明日も走ろうって言って、それやったらもう実家にって言ってな、そう、もともと実家には行く予定やったけど、ああそうやそうや、そうか、泊まった方がいいんちゃうってなったやん、あそうか、でバーレーに荷物積んでた、あそうそうそう、泊まりの、実家に行くんやったらこのままバーレーで行った方が楽やなみたいな感じになってもう車で行かなくなるっていう、でこのバーレーに泊まりの荷物一回家帰って全部積んで、で今実家に向かってるという、いやこれ下手したら車よりバーレーの方が便利で楽、うん、いやで早い、そう、駐車場代かからんしな、多分実家帰るんやったらバーレーの方が楽な気がする、で泊まりで行くんやったらな、特にそうやな、夜帰るとかじゃなければ、うん、
荷物積めるしな。そうで走りに行けるし、うん、次の日、うん、そうやな、そのままな走りに行けて、うん、駐車場気にせんでいいしな。あ、そうそう、毎回車移動させてみたいな。結構な駐車場問題があるから、うん、あ、感覚の前ここも結構登るかなって思ったけど、一瞬だけめっちゃ登って、うん、でも結構疲れた な、あそこきつかったな、うん、もう散々一日外で過ごしたって言ったから、そうやな、足がなかったよな、うん、でもまあ登れた。そうそう、あ、ヌオー、あ、ヌオー貼ったなこれこれ何やったっけ、ブーの、え、ブーがなんかあの実家に置いてたポケモンシールが大量にあって、あ、もうちゃい、あなんで翌日六甲山ライドに、うん、ちゃんこをちょっと見といてもらって、そうやな、これ4人でもうプーとエリちゃん3日目のライドやもんな。3日連続走ってるもんな、うん、すごいよね、もう足ないやろっていう、うん、この日エリちゃん目の調子がちょっと悪くて、コンタクトがで、メガネやけど結構メガネかわいいよな、うんうん、そうそう、似合ってる、似合ってるな、もともと DNS の可能性もあったけど、うん、全然聞いてたね、そうそう、なんか登りきれるかと思ったけど、やっぱ全然初めて、うん、でも足つかずに登ったやつやから、うん、すごいよな足つきっていうのはもうありえない。コウさん初めて登って足つきなしってちょっと初めて聞いた。そうやな、あんまいないよな、うん、あ、あのバイクの方にお会いできました。今一瞬映ってた、ちゃんと撮影すればよかった。まあな、あまりにびっくりして撮影できなかった。そうそうそう、結構 この日は写真撮りながら走ってみて楽しかった。エリちゃんの潜在写真が、そう、撮れたもんな、うまいこと撮れた写真チェックしてるいい写真撮れた、うん、あ、ブーがいなくなったやん、そういえば。あ、そう、え、なんでこのやつ、あ、びっくりした、ブー視点かと思った、うん、そう、ブーおっちゃんに捕まって、あー、そうやそうや、あのおっちゃんに捕まったの多分出てくるよな、とか、そうそう、後で出てくる、あの伝説のおっちゃん、謎のマウンテンバイクで登ってる、そうそうそう、なんかすごい自転車歴の長い、そうそう、六甲山なんか山の中を下っていく謎やったな、おっちゃんタンクトップのそうそう、これなんかえっちゃん久しぶりの六甲さん、うん、そうやんな、冬は走れんかったもんな、確か。ああ、そうやそうやそうや、だから体調不良で、そうや、だかなと六甲さんのもの初めてやった、あ、初めてだったやん、そうやな、だ4人で六甲さんは初めて、うん、そうやな、次は5人で六甲さん、え、ちゃんこちゃんこちゃんこ入りで天気めちゃくちゃいいな。なあ、やっぱこの季節登ってる人ほんま多いよな。うん。きつそう。もうだいぶ足いってたよな。みんなこれそれぞれちょっとフォトアタックしながら。そう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 。で私フォトアタックちょっと難しかった、なんかいい場所探して行っても、うん、あれちょっとちゃうなみたいな繰り返して、結局なんか どこで撮ろうみたいな。まあ、GR はズームができんから、あ、そう、単焦点やから、単焦点やから、もうなんかブー結構早なってたよな。ブーはやっぱちょっと仕上がってた、ね、仕上がってるな、ちゃんと富士ヒルに向けて現状とかしてるもん。いや、ほんまほんま。あ、でラストエリちゃんにラストや行けって言ったらめっちゃ早かった。そうやな、エリちゃん早いよな、うん、最後平坦のところめちゃくちゃ早かった。カナもそうやけど、ラストスパート早い。あー、切り替えられるタイプやな。そう、切り替えタイプ。この日さ、登山の人めちゃくちゃ多かったな。そうそう、天気が良かったからな。うん。エリちゃんもなんかサドルを上げて、うん、なんか走りがちょっとみたいな感じだったから、あ、ちょっとサドル前に出して、そうや、うん、そんな調整したりとか、うんうん、それが富士ヒルにどう響くかあ、まやな、エリちゃん富士ヒルな、そう、来週エリちゃんとブーは出るから、そうそう、
あと12日か、うんうん、あー、RP9 にデカビタが合うっていう。そうやな、似合う。黄色、なんでやろ、黄色合うよな。黄色か、赤も入ってるしな、うん、あー、なんかエイドス欲しいとか言ってた。あー、そうそうそう、あ、この方にお声かけいただいて、すごい改めて見てもすごい、すごい色やったな、これ、うん、これオリジナルのオーダーなっちゃったよな。そう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 、なかなかめちゃくちゃ目立つカラーね、まあ、めっちゃ目立つよな、うん、いやーいいね、こういう派手なやつ乗ってたらちょっとテンション上がるよな、うん、走ってる時も。大学は結構いいんちゃう、逆にさ、うん、今は、うん、シンプルというか、うんうんうん、これはジャージが目立つからな、うん、確かにごちゃごちゃ系、ごちゃごちゃやな。ブーの、え、ブーなんかあのジャージも自転車もごちゃごちゃやん。自転車もごちゃごちゃ系やからめっちゃ目立つよ、ね、確かに。でもなんか統一感逆にあるよな。そうそう、あるある。自転車の色とジャージの色めっちゃ合ってない。合ってるんやな。あ、この人や。あ、このおっちゃんな。足すっごい太いな。家まで登ろうかってせっかくやから。そう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 、ね、いやこれ太もも太すぎやろ。結構おじいちゃんだよな。そうやな、おじいちゃんだよな。でも元気やった、めっちゃ。にしちゃうかと思ったもん、でかすぎて。確かに。やっぱあの年になっても続けてたり、うん、元気っていうのが最後の目標ではある。なんか鈴鹿とかも出たみたいに言ってたよね。そう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 、昔はもうガンガンそんなも出て、うん、エリちゃんもさりげなく妖怪ポーズして。あれ妖怪ポーズ。なんか左手でやったら妖怪になるから。そうね、俺もたまにわからんくなるんだよ。私も未だに分かってない。右でやったらいいになるかな。あー、なるほどね。そう妖怪ポーズ。ただあのインカメで撮ったら、うん、結局逆になって、あー、ややこしいな。じゃあ左、インカメの場合は左。そうだよ、めちゃくちゃややこしいやん。正直どっちでもいいっていう。確かに、もう一緒やんもう。そう、お、下ってきた。おー、意外と時間だよな。そう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 、なんかほんま田岡コーヒーよろか空いてたけど、そうや、結構上でゆっくりしてた。そうそう、なんか君声かけられてたよな、あのなんか登山の人に。あー、そうやそうやそうや、なんか自転車もするみたいな。そうそうそう、だから結構いろんな人と喋ったりしてたら、うんうん、あのおじいさんも、あ、時間経って北山ダッシュのところで仕掛けたのに北山ダッシュ、ここで思いっきり後ろから行くのがめちゃくちゃ気持ちいいよな。毎回やってくるもんな、うん、もう例外なく。ハケボーにもそれやったけど、もう気づかれてたもんな、うん、ここ、あ、そうかそうか、あれ、あ、こっち経由で帰ってきたやん。そうや、お前な、こっちから帰ってんな。あ、だから北山ダッシュしてた。ウィッチグリハンの前通って、ウィッチグリハン結構混んでたよな。混んでたな、すごいよな、あんななんか北のシュランみたいなお店が。いや、昔はあんな混んでなかったんけどな、やっぱり歴史重ねるとすごいよな、懐かしんでくる人とかが。あ、まあ、味も美味しいからな、めちゃくちゃ。あと10年したらめっちゃ並んでるかもしれない。確かに OB がどんどん増えて、うん、久しぶりに行くか勢が積み重なっていくというか、学生も行くやろうし、学生やっぱみんなあるんじゃないかな、そういうお店が。学生時代によく行った、確かに確かに、店みたいな。そういう店いいよな、うん、まあよく行ってたわけじゃないけど、あのウィッチグリハンは、うん、思い出ごと帰ってくるよな。うん、あ、ガスト行ったな。あ、この日に行ったんだっけ。あ、でなんか初めてお子様プレートみたいなのを頼んでみたい、 うどんの。あんまり食べれるもんなかったけど、うどんはめっちゃ食べてたの。そうやな。あ、これスズにもらった。スズのバームクーヘン。バームクーヘン。美味しかったけどな。美味しかった、美味しかった。米のバーム。あーって、笹山も行ったな。そう、バーレーで走りやすい場所を探索するかって言って、うん。笹山の方とかどうやろうって言って。雨やったからな。そうそう、自転車乗られへんかったから。ドライブでちょっと、場所探しに、うん、旅に。そう、来てみた。と言いながらも、そんなに降ってないな、うん、降ってない、うん、し、ただ散策するっていう。笹山のこれ城下町のあたりよかったな、なんか
雰囲気めっちゃ良かったよ。良かった。ギュッとまとまってて、うん、ただちょっと飲食店値段が高くて、うん、やっぱ観光地やから、そうやな、普通に神戸とかの高いランチと同じぐらいの値段、うん、結構するよな、うん、観光地価格ではある。そうけど、まあバーレで走って、うん、っていうのは良さそうだな。あ、全然良さそうやった。県駅伝のコース行くとか。あ、そう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 、あなたたちがね中学高校、うん、そうそうそう、の時の駅伝のコースな、コースやったからいいんちゃうって言って、うん、あれで多分50キロじゃあ 42.195 キロか、うん、男子のコースが、うんうんうん、それたどるのもありかもしれない。確かにな、笹山駅伝ライドのどかでいいよね、うん、カツオさんとかもたまになんか、あ、笹山の方も走りに行ってるな。私はこっちをちょっと気になっとって、うん、笹山な、うん、そんなにやっぱ、まあ、道も飛んでなさそうやなと思って、バーレーでも走ってるんちゃうか、うん、なんかでも結構最近の曲かかってたりとか今時のハンバーガー屋さんみたいなとかもあったよな。うんうん、あったあった。あ、で黒豆パン買って帰った。黒豆のお菓子も結構買って帰ったな。うんうん、そうやな、ね、未だにあるもんな、うん、豆。あ、ここでコーヒー飲んだりしたい。あ、まあ、黒豆コーヒー、うん、あんまり、あんま黒豆感なかったやつな。黒豆パン美味しかったな。うん、これはうまかった、うん、ちゃんこも食べれるし、うん、これとかは割とリーズナブルやった。なんかいっぱい入って1個500円ぐらい、200円ぐらいしたか、200円。あ、結構、うん、結局王将に来た。うん、最近パンも高いからな。まあね、いや近所のパン屋が安すぎてさ、そうやな、こっちで買えば150円やなとか思ってしまって、うん、あ、まためっちゃ日が飛んで別の日、また別の日、これもだいぶ近づいてきたな。そうやな、先週やもんな、先週。あー、これ痛みや、初めての飛行機、うん、ちゃんこ、そう、大学の妹チンの結婚式で、そう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 、東京であるから東京に向かっております。これそこまで入ってるんか言えな、これ。そうそう、この週俺も東京に前の日までおったから。あ、そうそうそう、み午後だけ関西を、3日間ぐらい、2泊3日で東京出張で、そうそうそう、金曜日の昼に大阪帰ってきて、うん、で土曜日にの早朝にも東京の方に向かうという、やばいよな何のために一瞬大阪来てるっていう。私もおじいちゃんのそうやそうや、このタイミングで亡くなって、そうそう、うん、愛媛行って、そうやな、もうほんまにバタバタやったな、うん、めっちゃくちゃ大変やった。そうやな、この2日間くらいすごかったな。いや、ほんまに超多忙。なんかもうなんでこんなギュッと凝縮してんやろっていうぐらい、うん、俺も新幹線の中でいっぱいなんか電話したりとかして、なあ、でもなんかそのお葬式、お通夜に出たんやけど、うん、やっぱああいうこう田舎であるお通夜って、うん、親戚がみんなこう集まる機会なかなかないからさ、うん、こうやってみんなで集まっておじいちゃんの話とかできる機会ってめっちゃいいなと思った、うんうん、そうやな、人間にしかできひん限界もんな、それは、うんうん、あ、かわいいです仕事任されてます。そうで、このプシュのリュックにお手紙かなと鍵かな、そうそう、入れてちゃんこが運ぶっていう大役、そうそうそう、練習してたんやけどな、ずっとこの日のために、そうそう、ただそのシーンはない、うん、あ、ない、あ、そうか、大学が行ったもんなそう、俺がついていったから、そう、かなり渡しておけばよかったな、うん、GoPro 追いかければよかったちゃんこ、え、そうやなそれも無事終わりまして、すごくいい結婚式やったね、あの人めっちゃ可愛がってくれたんだ、あ、そう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 これスイートルームで、あ、を選んでる披露宴、そうそう、スイートルームやね、なんだからほんまに良かったよな、アットホームでスイートルーム入ることあんまないもんな、ない、あ、こんななんかちょっと
あ、パフォーマンス的な分厚この結婚式めっちゃ良かったな、ほんまに。これぐらいこじんまりしてると、うん、みんなで話せていいよな、新郎新婦と。そうそうそう、ゆっくり話せて、食事も味わえて、うん、こういうのもええなと、うん、こう家族の仲が深まった、うん、そうやな、確かに、あの相手方の、そうやな、そうそう、ご兄弟とか、そうやな、相手方のご兄弟、あ、そうそう、相手方のな、あの自転車、弟さんやってるという、まさかの、もう自転車だらけやん、そう、自転車だらけやな、この界隈なあ。ちゃんこもフロールできてよかった。そうやな、めっちゃ楽しそうやったな、うん、このホテルの部屋からの景色はめっちゃ良かった。これか、楽しかったな、ここで過ごしたのもなんかすごい良かった。そうやな、東京タワーも見えて、いや俺もなんか懐かしい気持ちになったな、なんか東京もいいなって気持ちになったよな、うん、あれ、ま、この辺からちゃんこめっちゃ歩けるようになって、うん、そうやな、うん、この店も貸し切りみたいな、あ、そう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 、ここも良かったよな、マグロが美味しかった、うん、な、また自撮りしとるかわいいカメラ立てるだけで拍手うわちょっと食べてるちょっとだけ食べた。あ、東京タワー映ってんな。いや、夜中あれずっと見れたもん、なんか、あ、あの景色がな、景色を、あ、ほんで次の日はディズニーランド。そう、ディズニーランド、どんな忙しいスケジュールやねんって感じ。大忙しいよな、ほんま。これはあの大谷家族と、そう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 、あ、大谷元気です、大谷元気結構出てんじゃん、前家来た時も出てなかった。確かに、なんなら前の動画ぐらいも出てるか、うん、1週間ぶりぐらいだったもんな。確かに確かにあ、ドナルド、あ、なんか突然キャラクターいっぱい来たよな、なんかドナルドダックに、うん、なんかフォーカスした、あ、フォーカス、そうそう、今あれやんな、そういう期間、ピグやあ、で、ちゃんこ歩いてるかわいいゴミ拾っとったなあ、で、なんかこういう遊ぶ場所行ったりとか、そうそう、かわいい。めっちゃちっちゃい子でもまあ楽しめる場所があって、うんうん、乗り物乗らんくても、そうやな、楽しめるから、か、ね、それがディズニーランドがいいと思うな、うんうん、USJ とかやったらどうしても乗り物乗らんな、そうやな、今どうなってるのか分からへんけど、確かにずいぶん行ってないよな、うん、10年ぐらい行ってないかもな、行ってない、ね、ほとんど乗り物乗ってないもんね、この日は、うん、こうやってちょっとトゥーンタウンで遊んで、うんうん、ちゃんこめっちゃ歩けるようになって、いや、そう、めっちゃ歩きたかったもん、そうやな、この店好きやったらなんか上から、確かに、あ、で、It's a small world、 It's a small world、 ここ涼しくて好きなんやな、これいいよな、なんかゆっくりできるさ、水の上進むから優雅な感じ、うん、でもこれやっぱ子供がめっちゃ好きよな、ああ、そうやな、ちゃんこ楽しんでた、俺もこれ一番好きなんでやねん絶叫系が無理やから、そうそうそう、あとディズニーのキャラもそんな知らんもんね、そう、なんかこのペースとこの水の上進んでるって、うん、割と好きなやな、あーめっちゃキョロキョロしてるキョロキョロしてんな楽しかったな、ディズニーランドまた行きたい、もう今毎日パレードの映像を見てるもん YouTube で、確かに、あー、で、パレード街ピクニック、うんうんうん、あー、このパレードかな、この歌ええよな、この歌めっちゃいいよな、やっぱそれだけ考えられただけあんな、私去年ちゃんこと2人で来て初めてこれ見た時泣いたもんなんか涙出てきた良すぎて、去年行かれへんかったからな、その分のチケットが余ってて、うん、そうやな、そうそう、やっと行けてよかった、うん、俺が体調不良でな、そうそうそう、行けんくなってもだから、あ、ボーノしてるボーノ
謎の。でもさ、大学もだいぶこのパレードに出てくるキャラ分かってたんちゃう？ああ、そうそうそう。今回は見てるからな、カナが、うん、家で。そう。ベイマックス。ベイマックス。これが一番盛り上がるやな。そう、ちゃんこもなんかこれが一番好きさよな。ミッキーとミニー。そうやな、今も YouTube で見てここ結構好きな感じやな。何か、うん、アンパンマンとかもなんか子供が反応しやすいあれをしてるんやな、うん、フォルムを。ポップコーン食べながらお散歩してる。あ、でミニちゃんと写真撮ったね。そうですや。かわいい。ミニの部屋。大谷とかポップコーン2回買っとったもん。買ったポップコーン。あ、ミニの部屋。うん。なんかカナみたいな、こうなんか生地いっぱい。ミニちゃんの裁縫が趣味なんや。裁縫好きなんや。自分で服作ってるんや。ミニーちゃんに俺めっちゃ気使われたよな、うん、なんかあどうもみたいな感じだったよな。そうそうそう、ミニーちゃんがなんかあなたもねみたいな感じでトントンってしてくれて、みんなあーって言って喜んでよって言って、うん、俺なんか、うん、俺はちょっと離れたところにいて、どうもみたいな感じだったらあれ、ま、これはあれや、急にヨッピーが現れる。これもうだいぶちょっと1週間ぐらい経ってるからいやまだ経ってないね。え、たやっちゃうの。ディズニーから、あれから確かに確かにまあヨッピーいきなり現れたな。この日から俺ローラー復活しました。あ、そうやそうやそうや、そうヨッピーが来た日から。ここまではもう富士ヒル無理やってなって、そうそうそう、ほぼ諦めてたもんな。そうだ、これが富士ヒル2週間前やな。うんうんうん、こっからトレーニングをちょっとしてます。そうやそうや。でヨッピーのためにあれ買ってきたよな。あー、そう、リクロジさんチーズケーキ買いに。あ、でヨッピーに体見てもらって。そうやな、めちゃくちゃ良かった。うん、すごい。施術中のヨッピーのこうなんかオーラがすごかった。プロ感すごかったよな。そう、声かけられへんかったもんいや、あれがプロやなと、うん、体触るのもめちゃくちゃ上手で、うん、そんななんか無理やり感がないというか。そうやな、なんか体は透き通って見えてるかなっていう。ちゃんこを抱っこしてくれました。これ前日2時まで起きてたやな。なんか性格診断して2時まで。トミと俺が同じせ、あ、そうそう、建築家タイプやったね。え、これも入ってんだよ。そうそう、もう全部詰め込みやな。ついに俺のライドできることが分かったから、いきなりリハビリで。そっかそっか。そう、バーレー弾いてみた。そうや、結構楽しみにしてたよな、このバーレー弾ける日を。あー、そうやな、初めて弾いたんかこの時。そうそう、さっき言ってたみたいにやっぱフォーム綺麗にしてな、うん、こうなんやろ、後ろに引っ張られる感じがするから、ね、うん、丁寧に弾かなあかん、うん、のが良かったの。なんか面白かった。フォーム確認できるよな。そうそう。でこの死ぬほどきつい、これ激坂どうやった？そう、ここが無理やったら無理と思ってたら、うん、ここ行けたから、ダンシングで。そんなに大変じゃなかった？そう、そんなめっちゃ無理してない。あ、そうなんや。から、あ、これ六甲山登れるかもしれんなでもまだ仕上がってないから俺もまあちょっとな、ちょっと六甲山の上までっていうのは。でめっちゃ早かったよこの時。私普通にいつものペースより早くて全然ちぎれてるもんなぜかなんかペース早くしないと、うん、あの逆に進めへんなんだ3.5 倍ぐらいやったんちゃうかな。あー、そんな感じか。俺この日結構ぜいぜい言ってるやん、うん、だからめっちゃ頑張って割と足使ってるんだ。あ、なんかこの後のトレーニングぐらいから割と足ないんよ、うん、あ、そうなんやだこの日割と、うん、トレーニングなったんやと思う。でもそんな、な、距離は。そうそう、バンタキまでやから400アップぐらい、うんうんうん、富士ヒル終わったらまた、うん、ちょっと上までチャレンジしてみたいけどな。そうやな、下りも全然安全に下れてたもん、ね、そうそうそう、下りはもう多分行けるなこれ、うん、でちょっと途中きついかもしれんけど。そうやな、うん、今の足では無理かもしれんけど、うん、まああと2週間あるからな、うん、富士ヒルここまで。そう、今日はここまで。でめっちゃ汗かいたんやけど、うん、俺もワタ服の極暖着てたから暑っ
それもあって、うん、ちゃんこ様子がよく見えるな。なんかうねうねしてる、動いてはいる なんか手遊びしてるな。あ、で寝てる。タオカコーヒー到着です。タオカコーヒー混んでたね、この日は。なんか、うん、あ、起きた。寝起きや。めっちゃ遊んでた。コーヒーで遊んで、椅子に座ろうとしてる。そうそう、最近なんか座ろうとして座れるようになったからな。遊んでるよな、なんか。いや、でもこの期間結構ほんまにいろいろあったな。いや、ほんまそうやな、あちこち行って、うん、なんやろ、なんか変な感覚。そうやな、すごい前のことのようにも感じるし、まだ20日前かっていう、一瞬過ぎ去ったような感じもするな。すごい長かったような気もする。これがだから、ま、もう一昨日やもんな。あ、そっかそっか、うん、東京行ったんとかもだいぶ前な感じせ。そやな、ヨピーが来たのも。いや、ほんま目まぐるしすぎやろ。だってこれヨピーおった日やで。ヨピーがおって、そうやな、確かにヨピーおった日やもんな、家に。で、その日に走り行って、うん、で、この後また結婚式やからな。そうやな、クリキの。そう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 、どうなっとんねん。え、だからクリキの結婚式の1週間前がチーの結婚式やったってこと。そう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 。え、なんか東京行ったらほんまだいぶ前に感じるけど、まだ1週間だ、うん、まだそうやで、先週や。忙しすぎや。すごい、こんちゃんだれてます。クリキの結婚 結婚式ちょっと慌てて、受付任されてるけどギリギリに着いた。ギリギリやった。クリキ、クリキでかすぎやろ。陸上部の友達です。そうそう。この花火とか、花火すごかったな、あんまり見たことないよ、結婚式で。花火出る結婚式。このでかいスプーンは、うん、たまにある、まあ、たまにある。結構ここまででかいのはあんまないかも。そう、ないよな、フリキサイズ。ドラえもんいます。フリキジュニア、かわいい。ドラえもん、なんでだいぶよ、こんな。めっちゃ食べてたよな。そうやな、主役がこんな食べてる結婚式、あんま見たことない。奥さんのも食っとったもんな。食べてたな、結構な。終わりました。終わった。そしてこれは、これ何、誰でしょう。え、下村さん。下村さん、え、なんで、どうしたん。浅田さんから送られてきた動画。二人で走ってんの。そうそう、すごいやん。あの動画送ってくださったら差し込んどきますって言って最後に差し込んどきました。特典映像や。そう、こんな感じで1時間12分の動画。あ、ここまで付き合ってくれた方いるんかな。いや、ほんまいたらコメントください。ありがとうございます。じゃあ、まあ、こんな感じで。楽しいゴールデンウィークでした。はい、はい、ほんだら、ほな、バイス。いいっす。